この仕事は私でも楽勝です。伏木君、昇格の活躍期待していてください。今日の風気持ちいいです。瑞穂君、あの子こういうのには慣れていなさそうですね。指揮官ごめんなさい、あの子の面倒を代わりに見ていただけないでしょうか。こういう任務も慣れれば悪くありませんね。指揮官、仕事から上がったらドライブに連れて行っていただけませんか。瑞穂も一緒お願いです。あら、赤木先輩たちは来ていないのでしょうか。指揮官の今の顔、ぜひとも先輩に見せたかったのに。髪の毛がちょっと乱れていました。指揮官ありがとう。昇格に溺れたいならお仕事の後でお願いします。え、任務を確認しますね。産後会じゃないんだ、残念。ふう、ローテで少し休憩しましょうか。この笛の奏でる調べは鎮魂曲にあらず。五光線昇格、これからはずっとあなたのそばに。お姉ちゃん特権です。お姉ちゃん特権です。お姉ちゃん特権です。こういう任務も慣れれば悪くありませんね。